今回は関数の値の極限、指数関数の極限について学習していきましょう。指数関数 A の x 乗の極限の値は、定 A が1より大きいとき、リミット x を無限大に近づけたときの A の x 乗は無限大、リミット x をマイナス無限大に近づけたときの A の x 乗は0となります。これは指数関数のグラフから明らかです。で、A が0より大きく、1より小さいときは、リミット x を無限大に近づけたときの A の x 乗は0。リミット x をマイナス無限大に近づけたときの A の x 乗は無限大となります。こちらも指数関数のグラフから明らかです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしましょう。この問題はくくり出しをして極限が求められる形に変形することがポイントです。1の問題の答えはリミット x を無限大に近づけた時の x2 乗マイナス 3x は無限大。2の問題の答えはリミット x を無限大に近づけた時5の x 乗マイナス2の x 乗は無限大となります。2問とも正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。指数関数 A の x 乗の極限の値は定 A が1より大きいとき、リミット x を無限大に飛ばしたときの A の x 乗は無限大、リミット x をマイナス無限大に近づけたときの A の x 乗は0となります。定 A が0より大きく、1より小さいときはリミット x を無限大に近づけたときの A の x 乗は0、リミット x をマイナス無限大に近づけたときの A の x 乗は無限大となります。これで今回の学習を終わります。